アレクサンドリーネ王妃アレクサンドリーネアウグステツーメクレンブルクはドイツの諸公家門メクレンブルク家の皇女でデンマーク王クリスチャン10世の王妃デンマーク5名はアレクサンドリーネアメクレンボーシュベリーンメクレンブルクシュベリーン大公フリードリヒ・フランツ3世とロシア大公ミハイル・ニコラエビチの娘であるアナスタシア・ミハイロブナの間の第一子長女として生まれた弟には メクレンブルク家最後の太鼓をフリードリヒフランツ四世。妹にはドイツ皇太子妃、プロイセン王太子妃セツイリエがいる。1898年4月26日に、フランスのカンヌにおいて、デンマーク王子クリスチャンと結婚。夫妻は1902年より、オーフスのマーセリス王城に住んだ。アレクサンドリーネは1906年に王太子妃となり、1912年には王妃となった。 アレクサンドリーネは音楽に関心を持ち、コッペンハーゲン音楽協会やデンマーク・アーグラー協会の講演者となった。張り仕事も好きで、王妃の編み物は事前目的で売り出されたりした。1926年にシュート目のロビーサオー大号が死去すると、オー大号が創設した数多くの事前団体の総裁職を引き継いだ。第一次世界大戦中の1914年には、 貧困家庭の支援を目的とした王妃立中央協議会を創設した。王妃は夫クリスチャン10世と共に第二次世界大戦中の母国ドイツによるデンマーク占領期間中は国民の抵抗のシンボルとして高い人気と尊敬を集めた。ベーザー演習作戦に伴って1940年4月9日にデンマーク政府が降伏した後、王妃は占領軍の代表として 国王夫妻と越見したレオンハルト・カウピッシュ、空軍大将に対して歓迎の意を表するのを拒み、デンマークに対する忠誠の強さを印象付けた。抵抗運動の指導者で、劇作家のカイムンクも、我々が愛すべき、唯一のドイツ人である王妃を守らねばならないと、王妃に対する敬愛の念を表している。1952年に亡くなり、ロスキレ大聖堂に葬られた。ウィキメディアコモンズには、 アレクサンドレンズ、メキロンバーグに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。